これね、本名らしいんですよ。かわいい。ガモン。ガモンって。兄貴が海流って言うんですよ。我が聞く。ガモンですからね。基本で彼ね、成城学園からバスでここへ来ようとしてたんですよ。はいはいはい。いや、この前ドラマやってたんですよ、うん、で、ドラマやっててそれ終わって電車で来て間に合わなかったんで、うん、タクシーがなかったんです、うん、だからバスに乗ってこようかなと思ったんですけど、うんうん、でもバスも並んでてなんか普通に歩いて入ってきたらしいなんか普通そこへキュッとこう車で来そうなもんじゃないですか。いつも山手線満員電車乗ってますよ。通勤そうですよ、電車ですよ。電車乗ってんの？ええ、めったもう本当ですよ。またこれ言われよう思ってあーとか顔刺されよう思って。それ笑福亭鶴瓶やん。人の多いとこ好きやからな。なんか嫌な感じせん自分で。俺って可愛いがもんやんな。ちょっと違うんちゃうかなって自分で思ったりせん。いや思わないですよ別に。あとマネージャー運転できないんですよ。やめさせろ。首これ別に 何枚目ぐらいなんですかこれ。あ、一応4枚目。あ、もう結構音てんねん。やってるんですけどね、うん、はい、あかんな。あかんですね。え、別にプロバンドを従えてとかじゃなくて。昔バンドやってたんですけど、もともとはドラムだったんですよ。そうなの、うん、え、ドラムだったんですけど。そんな感じですよ。せえよ。いやでも昔空手やってましたよ。うっせぇ。なんか携帯電話のアンテナみたいやで。Yeah.